世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今年は病が多かったんですが、その中でですね、一つこういうことが起こりました。私はですね、入院した日に夜救急で入っていったんですね。まあ、家族の者が私がちょっとおかしいということで、そして私を説得してきたんですね。で、私は、初め行く必要も感じてなかったんですが、説得されて入ってきて、最初に検温した時にもうそれで入院が決まってしまいました。なぜ決まったのかというと、39度3分あったからですね。そして私はですね、そのまま入院となったんですね。ところが39度3分あるこの私の体温が落ちないんですね。落ちても38度6分とか3分とかそこまでしか落ちません。で、そうしましたら看護師さんたちに言われ始めたんですね。私が氷枕ちゃんとしてなかったので、それのことを言われたんですね。で、氷枕がちゃんとしてなかったのは一つ誤解がありました。こちらのですね、それは、腰の痛みが襲ってきていたので、腰の痛みの原因がそこにあるのではないかと思って氷枕を下げていたんです。しかしこう氷枕をちゃんとしないから熱が下がらないっていう、そういう事柄に関してはですね、確かにこの痛みを感じたんですね。それで私はですね、本格的に祈ることにしました。祈りを通して熱が下がっているのをたくさん見ていたからです。で、真剣に祈ったんですね。そしてそのまま寝てしまいました。そうしましたら寝ている時に看護師さんが来たそうで、私の体温を測ったそうです。そしたら低い体温なので間違いだと思ってもう一回測り直したそうです。そしたら低い体温なのでまた間違いだと思ってもう一度測り直して、やはり低い体温なのでびっくりしたそうですね。私の熱が降りていたのです。そして朝私が起きた時、その看護師さんが興奮気味に言いました。1回やって2回やって間違いだと思い、3回やってその体温なのでびっくりしたと。私は主を崇めました。神様に祈った時に神様が体温を下げ、そして看護師さんがびっくりするような技がその中で表されました。神様は崇めます。神様は体温も支配しているからです。祈りは聞かれます。どうもありがとうございました。